さて、それではどなたが音読しましょうか。なぜだ、なぜ俺はお前に触れることができないんだ。私は幻影でございます。時と共に生き、時と共に流れる形のない消えゆくのみの。まさかそんな。お分かりになりましたか。私は生きた人ではないのです。もう長く生きすぎました。おそらく今年の花が最後。なぜ今まで黙っていた。もうどうしようもないのか。一つだけ方法はございます。私の口からは申し上げることができません。畜生。その気持ちだけで私は嬉しく思います。こんな、こんな、今になって気づかされるなんて。若君様、お前が桜であると、花と共に去ると言うなら、そうならない方法を探すまで。なぜ笑う。そしてなぜ泣いている。私の最後のわがままでこうしてあなた様とお話ができたのですから嬉しくて。お前は形もない身で、おこがましくも私はあなたのことをお慕いしておりました。この気持ちを抱えたまま静かにこの実が枯れるのを一人で待つつもりでした。二人分愛することで、せめてあなたへの思いを連れて行くのをお許しください。ダメだ、許すものか。申し訳ありません。大それた願いでございました。違う、そうじゃない。お前は俺とずっと一緒だった。これまでも、そしてこれからもだ。一人になんてさせるものか。その言葉をいただけただけで私は幸せ者でございます。思い残すことはありません。なあ、俺はそんなに頼りないか。いえ、そんな。俺にはわがまま言ってくれよ。はっ。ずっと一緒だった。それが当たり前すぎて気がつかなかった。お前と離れたくない。俺はお前が好きなんだ。な、なに。ああ、我が君、その言葉を待っていました。生きた人でなくとも愛すると、その言葉こそが私を救うたった一つの方法なのです。もしかして。あ、温かい。これまで触れたどんなものより、お前はなんて温かいんだろう。抱きしめてください、強く。
人の身になった私を強く。もっと早く言ってくださったなら。バカだな。男には一つくらい秘密があった方がかっこいいんだよ。決して離さないでくださいね、私の大切なあなた。ああ、愛してる。はい、なぜの君ってすごいな。